1997年ハンガリーグランプリは、1997年 F1 世界選手権第11戦として、1997年8月10日にハンガローリンクで開催された。トップを改装するアローズヤマハの昼予選は、フェラーリのミハエル・シューマッハが、ボールポジションを獲得し、タイトルを争うウィリアムズルノーのジャック・ビル・ヌーブが2番手に、続いた。3位は、 前年度王者である、アローズヤマハのデーモンヒルが躍進し、今季最高の順位を獲得した。前戦ドイツ GP を制した、ベネトンルノーのゲルハルトベルガーは7番手に入った。決勝は、快晴で、路面温度が上昇し、スタート直後に、コンディションがマッチしたブリジストンタイヤを使用する予選3位のヒルが、じわじわと、予選 PP の M シューマッハを攻め立てる。 11周目の第一コーナーでヒルは、M シューマッハを抜き首位に立った。フェラーリ勢は、グッドイヤータイヤとのマッチングの悪さから終始ペースが上がらず、やがて M シューマッハは、ウィリアムズ勢やマクラーレン勢にも抜かれてしまう。M シューマッハは中盤以降は、ジョーダンプジョーを狩る、弟のラルフシューマッハの追撃を受け続け、チームメイトであるエディ・アーバインは、プロスト、 無限の中の真ジとのバトルに終始した。中盤に上位陣でただ一人一ストップ作戦を取った、ウィリアムズのハインツ・ハラルド・フレンツェンが、このレースのファステストラップを叩き出して一時はトップを、走るも燃料漏れからマシンが発火して、リタイアに終わる。その後昼の独走体制が続き、アローズチームにブリジストンタイヤ及びヤマハエンジンに、 とっての悲願の初優勝が迫るも、残り2周で、ヒルのマシンに、油圧系のトラブルが発生して、スロットルが戻らなくなり、さらにギアが3速に固まり急失速。ファイナルラップで、ビルヌーブがヒルを、オーバーテイクして9秒余りの差をつけて1位で、チェッカーを受けた。大金星を、あと一歩のところで逃したヒルであったが、手追いのマシンで2位、フィニッシュ、3位には、 ザウバーのジョニー・ハーバートが入った。そして、アーバインとの争いを制した中野が6位に入り、今季2度目の入賞を果たした。レース後、1年前のチームメイト同士だったビルヌーブとヒルは、お互いの健闘を称え合うかのように抱擁し、表彰台に駆けつけた観客からは、このレースを盛り上げた主役であったヒルに対して、大歓声が上がった。ヒルは、A18 は、 基本的なバランスは優れていて、ヤマハエンジンも超軽量、ブリジストンタイヤを履かせたら文句なしのセットアップが決まる可能性があり、ハンガーロリンクでぴったりまとまった。グッドイヤーは少し攻めすぎてしまったようだったと分析している。ありがとうございます。